こんにちは、ミスターカルチャンネルへようこそ。今日はミスターカルが2020年前半どういった香水を着ていたのか紹介していきたいと思います。ではご覧ください。はい、今日は、皆さんにね、ミスターカルが2020年の、まあ、前半ですよね、1月から6月まで、6月末まで、どういった香水をつけていたのか簡単に見ていきたいと思うんですけれども、まずね、あのパソコンにですね、常に毎日何をつけたかっていうのを記録していたんですよね。でその記録していたデータをですね、集計して、まあ、どういったブランドであったりですとか、どういった香水をですね、あのよく着ていたのかっていうのをもうちょっとね、分析してみようかなというふうに思います。でまず前提条件の話させていただくと、例えば一つの香水を朝1回つけちゃんとつけたら、それは1回というカウントですね。同じ香水のつけ直しはカウントしてません。追加で1というふうにはなってません。でもし例えば家に仕事が終わって家に帰ってきて違う香水をつけたとしたら、それは新たなカウントとしてカウントしています。ということで、2回つけてる日もあるし、1回しかつけなかった日もあるんで、まあ、そこはいろいろありますよね。で全くゼロだったっていう日もあります、実は。で今回紹介するのはですね、どのブランドを一番多くつけたのか、10位から1位までっていうのの発表と、特定の香水のモデルを12位から1位まで発表していきたいと思います。でちょっと12位になったのはちょっと切りよく10位っていうのがなかったんで12位にしました。とまずですね、全体で何回つけたかっていうと236回つけたということになります。ということで、まあ大体2日に1遍ぐらいは付け直し、違う香水を付け直ししたということになっています。で中には3回っていう記録の日も、まあ、結構あったりするんで、まあ、日によって結構違いますね。会社に行ってる時は大体1回っていうのが多かったんですけども、最近家でワークフロムホームっていうことをしていると、まあ、2回になったりっていうケースが結構最近は多いような印象のデータとなってます。はい、ではね、まずつけたブランドっていう括りで、10位から1位を発表していきたいと思います。ではまず10位がラサッシというブランドで、これ6回ですね、6回全体で6回つけてると。でラサッシ、私は、あんまり持ってない、1つしか持ってないのかな、結構着てますね、そう考えると。次は8位ですね、同率8位で2つあって、1つがメゾンマルジラと、もう1つがシャネルということになります。で両方とも7回ずつつけてます。マルジェラだったらなんだろうな、アットザバーバーとか、まあ冬、まあ、前半は冬だったんであっちつけてたんだろうな、バイダファイアプレイスを結構つけてたかもしれないな。シャネルでも俺そんなつけたかな、シャネルそんな記憶ないっすね。でも7回もつけてんだ、まあブルードシャネルだろうな、普通に考えて。はい、じゃあ次、7位が、ブルガリーで、私ブルガリーは実はこのアクアマーラしか持ってないんで、これを8回つけたっていうことになりますね。はい、シトラスとダークさが相まって結構いい感じですね。で5位ですね、次は同率5位2つね、ブランドがあって、1つがエルメスで、もう1つがゲラン。でこれは15回ずつ、つけてます。15回か、まあ、エルメスは多分テウベエルメスですね、ほぼ間違いなく。あとはオートレフレッシュはでもほとんどつけてないと思うんだよな。 あとナイルの庭もあるか、そんなに持ってないけど、結構テウベエルメスはほんとつけやすいんですよね、会社にもつけていけるし、なんか素晴らしいですね。でゲランに関しては多分こう夏に入って、この毎日のようにオーデコンインペリアルを振りかけてるんで、これがかなり回数稼いでくれてると思います。はい、で次、4位いきましょう。4位がクリスチャン・ディオールで、何回つけたかというと17回。クリスチャン・ディオール結構持ってたっけ、持ってるよな、ちょっとあんま思い出せないですよね。まあ、このサバージっていうのはね、もちろんありますね。これは多分、あとで出てきますけど、サバージ以外、ファーレンハイトとかもありますね。そっか、結構つけてますね。クリスチャン・ディオールも。あ、そっか、オムも。クリスチャン・ディオール、オムもあるね。オム2つあるし。なるほど。はい。で、3位がトム・フォード、20回。まあ、これは結構着てたな。前半特に。寒い時期に
結構来てましたね、トムフォードは。で、次、2位が、ニューグレイ。はい。これもあんま不思議じゃないですね。A 面のやつら、もう、切れるときは必ず来てたんで、なるべく切るようにしてたっていうぐらい頑張ってつけてたんで、2位っていうのは不思議じゃないですね。21回、つけてます。で、流行る第1位は何かっていうと、クリード。クリードですね。で、もうちょっと段違いで一番つけてるんですけど、60回クリードを、上半期つけました。いや、まあやっぱりね、クリードって、まあこれ小分けなんですよね。大体小分けで持ってるんですけど、まあボトルももちろん持ってるんですけど、小分けで持って、いろんな種類があるっていうのと、まあそれがもう強いですよね。で、ものすごく使いやすいんですよね、全部香りが。なので、回数がかなり稼がれたっていう感じですよね。うん、なんかこう頑張ってつけるっていうのがあんまりなくて、全部ささっと振りかけれちゃうような手軽さがあるんで、クリードはちょっとだいぶ使いましたね。まあ、あとはちょっとこのランキング、この回数にかなりバイアスがかかっている理由としては、コロナにの影響によってちょっと今家に帰れない状況が続いてるんですよね。で、3月までは家にいたんですけど、3月から6月までは日本に帰ってきてたんで、ちょっとね、持ってきた香水の中で勝負しなきゃいけないっていうのが4月から6月だったんで、そこでかなりクリードとか持ってきてるやつが有利になっちゃって、それが相当切られてるんです。本当はもうちょっとね、ばらけるはずだったと思うんですけどね。はい、ということになっております。はい、じゃあ次はね、最も使った香水を発表していきたいと思います。では、同率12位からいきたいと思いますね。一つが、イルメス。ベラミベチバー。はい、今日これ手元にないんですけれども、日本で実は買った香水で、良かったですね。ベラミっていう、元々のかなりレザーの強い香水があったんですけれども、それをね、もうちょっと現代風にアレンジして、まあ、エレミだとか、ベチバーのね、着やすい感じに仕上がってるっていう、結構かなり上品な香りのする香水です。非常に良かったということで、5回来てますね。で、12位は、ジャルダンディ・アマルフィと。同率12位で5回、これ来てます。はい。こちらは、まあ本当にね、私が持ってる香水の中でダントツに一番高いんですけれども、まあ非常に、まあクリードっていうだけあってかなり軽やかでつけやすいし、まあ本当に綺麗なね、透き通った洗練された、まあ、材料を使っている香水ですね。本当にネロリだとか、リアルな、オレンジだとか、非常に美しいです。はい。じゃあ次、いきます。同率9位で、3つあるんですよね。9位が、ラサッシーのラユカマンポロンで、ラサッシーのラユカマンポロンはトムフォードのタスカンレザーのクローン香水と香水なんですけれども、実はね結構持続力とか、タスカンレザーより気持ち強かったりするんで結構使いましたね。ちょっとタスカンレザーよりもちょっと明るい印象になるんで、タスカンレザーの本物よりもちょっと使いやすいんで結構上位に来たのかなというふうに思います。で、同率9位、これは同率9位は全部6回つけてますね。クリードのロイヤルメイフェアということになります。これか、これですね。ロイヤルメイフェアってね、多分あんまりクリードの中でも人気が高いモデルじゃないんですけれども、私結構好きですね。結構このなんていうの、ユーカリのツーンとくる感じと、その裏になんていうか、こう柔らかな、ちょっとなんか食べれそうな感じの甘みがあって、そのバランスがかなりエレガントな感じがして非常に好きですね。貴族っぽい香りがする香水ですね。6回も着てたんですね。で、同率9位もう一つがミグレの A 面のピュアハバーンですね。ピュアハバーンは、まあ、こういうやつなんですけど、ミグレの中でもピュアモルトとセッテ一番人気なんですけれども、チェリーとタバコっていうこの2つのノーツが、メインになっておりまして、すごく着やすいんですけれども、なかなかねパンチが効いてて甘みもあって面白い香水で私は大好きです。はい、着やすいですしね、うん、はい。じゃあ次が同率6位で、これもまた3つあるんですけれども、全部7回着てます。じゃあ最初のやつがゲランのオーデコロンエンペリア。まあこれはちょっとね卑怯ですよね。まあ、なんか真面目に1回ガスッとつけるっていうよりも、毎日のようにね、気分転換のようにバシャバシャかけてるんで、
なんかまとも、なんかちょっとこれ卑怯かなと思うんですけど、本当にこの、まあ、本当につけやすくて、もう軽くて、軽やかで、さっぱりしたい時とかに、もう、無尽蔵に体に振りかけるように今使ってますね。こうやって。あ、めっちゃ気持ちいい。はい。ということで、まあ、そんだけ使ってたんですね。次が、同率の6位のエルメス。テルデエルメス。テルデエルメスはね、まあ、やっぱり使いやすいですよね、本当に。なんか不思議と手が伸びちゃうタイプの香水で、まあ、エレガントだし、会社とかにも気兼ねなくつけてって、全くおかしい感じはしないんで、使いやすいと思います。はい。で、もう一個が、ミュグデ、エイメン、ピュアモード。これは7回と。あれ、こんだけしかつけてなかったのかな。なんか、エイメンのピュアモルトって、俺、私ね、すごく一番好きな香水で、なるべくつけるようにしてたんだけれども、意外と7回とかですね。なんか、意外ですね。もっとつけてるかなと思った。まあ、これは本当に、モルトウイスキーの、まあ、ちょっとブーズィーな、お酒っぽい感じの出る香水で、非常に面白いんですよね。私は大好きです。うん。わかりました。うん。もうちょっと着てると思いました。意外ですね。はい。次。単独5位。ブルガリのアクアアマール。こちらの香水ですね。うん。まあ、アクアアマールが5位なのは、そんなに不思議じゃない。やっぱり使いやすいし、で、ちょっとダークな側面も持ちつつ、さっぱりしているという2つの特徴を持ってるんで、面白いし、使いやすいですね。うん。これは、このチビボトルを常に私、カバンに忍ばしてるって、それぐらい信頼してるっていうか、使いやすいなと思ってる香水ですね。はい。ここはまだ8回っていうのは不思議じゃないですね。はい。で、ナンバー3が、これ同率2つあって、1つがクリード。オリジナルベチバー。ということで、どういうか、これだ。うん。クリードのオリジナルベチバーなんですけれども、私めちゃくちゃハマってて、うん。これ、何回着てるんだ ?8 回着、違う。9回着てますね。9回着てて、ものすごく、ミグレのコロンに近いんですけれども、まあ、ミグレのコロンが持って、日本に持ってきてなかったから、こっちがやたら伸びたっていうのはあるかもしれないんですけれども、本当にこう、上がりたて、お風呂の上がりたてのような、さっぱり感がある香水で、まあ、非常に、もう石鹸ですね。石鹸そのものみたいな感じのする香水です。非常に使いやすいです。はい。同率3位、もう一つが、ミリスインエンペリアルで、これが9回ですね。うん、で、まあ、ミリスインエンペリアルは本当にこうね、柔らかいタイプのリラックスした休日にね、ぜひつけたいような香りで、こう塩だとかメロンとかね、塩とシトラスとメロンとっていうような感じで、本当にこう丸まってて綺麗な処方だと思います。同率3位ということで9回つけてたっていうのは不思議じゃないですね。まあ、ここら辺、ここからはもう不思議じゃないですけど。はい。では、同率1位が2つあります。1つ行きましょう。Creed Aventus。まあ、これはね、まあ、そうなったかって感じですね。なんかそうならないようにしてたんですけど。やっぱりね、Aventus つけやすいし、いい匂いだし最高なんですよ。普通にもう嫁さんとちょっと出かける時とかもうこれやっぱ手伸びちゃうし、なんかつけたくなる要素がいっぱいあるんですよね。パイナップル感とかスモーキー感とか男らしいんですよ。男らしいんだけれども使いやすいし、まあ、本当によく使ったなって感じですね。あっちゃったかい人って感じ。本当はしたくなかった。で、もう一つの同率1位があるんですけれども、それは何かっていうとクリスチャンディオールスバーチ。これですね。もうかなり使っちゃいましたね、これ。まあやっぱりね、使いやすいんですよ、本当に。どうしてもね、使いやすい。やっぱ使いやすいのが上に来てますから、明らかに。まあ、使いやすさってやっぱ重要なんだなと。なんかそんな難しい香り、毎日消えないですからね。困った時に、使う香水でして、まあ大体困ったらこれにパッとってって感じですね。ベルガモット。と、かなりペッパーが強い。で、アンブロッキさんがドカンって入ってて、もう本当に万人受けして、まあ、結構スパイシーな感じもあって、私は大好きです。これなくなったら200ミリ買いたいって感じ。はい、ということで、まあ、そういったね、まあ、予想通りのところもあったし、当該のものがランクインしてたりもしたんで、非常に
面白かったかなと、まあ、またねこういった形で、1年通してね記録していきたいと思いますので、また年末あたりに同じような動画出して皆さんと共有したいと思います。まあ、皆さんもねこれやった方がいいと思います。これは楽しいですよ。後で振り返りにもなるし、あこういうの来てたんだとかね、あと何月何日にねこれ来てたんだっていうと、なんとなくその日を思い出せるっていうのもあったりして非常に良かったと思います。はい、ということで今日は以上となります。ヤカルチャンネルコンテンツ気に入っていただければ、チャンネル登録といいねボタンを押していただけると大変助かります。また次回の動画でお会いしましょう。